はい、えー、っとですね、アドレス V125G ですね、えー、5000円で、えー、仕入れました。エンジンかかります。で、えー、っと、まあ一応ね、今のところ、あのー、安さんにね、えー、っと、まあ、あのー、6万円で仕入れたことにして、7万円で安さんに売ろうと思ってます。で、一応、まあ本当は本当は5000円なんだけどね、 でも6万円で仕入れたことにして、さに7万円で売ろうかなと思ってます。もしね、ただ、あのー、9万、8万、9万、10万で買いたいという人がいたら、あのー、お問い合わせください。その時は、えー、ともう高い方に売りますんで。はい、でですね、えーとまあ、車両説明していきますね。ま,あ、もうまずね、ブレーキ入ればは右がね曲がってます。で、おそらくね、あのガーってこうこけて、 あのー、走行中にこけたんじゃなくて多分倒,しあの倒してしまったっていう感じでしょうね。あのー、これ、北海道を2回ツーリング行ったそうです。で、えー、と一応、キロ数は2万キロ弱ですね。で、多分荷物いっぱい積んでてガシャンって倒したんだと思うんですよね。で、曲がってる。で、まあ、アクセルワイヤーは注意した方がいいです。で、ブレーキ、ここがね、効きがものすごく悪いんで、えー、と多分固着、ね、してるんで、 サビがある程度あるんで、えっとフロントブレーキのーキャリパーのーオーバーホールは必要ですね。であとオイル、オイル交換と、まあその辺すれば、レバーに関してはね、ちょっとこう曲げて、曲げてあげれば曲がるかなと、戻るかなと思います。で、ここのネジはもう、あのステンレスかなんかに変えた方がいいでしょうね。で、えー、っと、フロントの、ここは綺麗です、すごく。だ、ここ、ここがね、 多分荷物フックにしてたんだと思うんですよ。ここに荷物つけて、こう、縛るような感じにしてたんで、これがね、どうも剥げるかなっていう感じ。両面テープかなんかでくっついてるんで、まあ、最悪灯油とかで、うったら取るんじゃないかなと思いますけど。で、フロントタイヤはもうカチカチなんで変えます。変えた方がいいでしょう。まあ、ここにあの9090 90の銃があるんで、これつけてれば問題ないです。で、避けた、これ、オーバーホールですね。で、ホイールは錆びないですね。 まあタイヤ変えるときにこの、何ですっけ、バルブ、タイヤバルブは変えた方がいいです。で、フロントフォークはね、若干ね、なんかちょっと、あ、ベタベタしてるか、左は大丈夫ですけど、右がちょっとぬるっとしてるんで、えっと、まあどっちね、オイル交換はフロントフォークはするね、予定なんで、あのー、予定だと思うんで、えっと、屋さんが、えっと、 ま、ダストシールと、オイルシールを交換してください。で、もうどっち、両方変えた方が、もういいと思います。後々めんどくさくないんで。あの、経営の企画にね、売ってます。えー、シール、ちょっと安くね、シールと、えー、ダストシールが。で、オイル交換して、で、オーバーホールのような形になりますね。で、あとは、そうですね。 今乗った感じはね、なんともなかったけど、ここのベアリング、なんか持ち主さんが、なんかちょっとガタガタ言ってたとか言ってたんで、もしかしたらベアリング変えた方がいいかもしれない。フロント。で、あとは、フロント周りはそんなもんかな。ディスクは全然生きてます。で、あと、できればフォーク、バフ掛けコンパウンドみたいなやつでバフ掛けみたいな感じした方がいいでしょうね。で、ウインカーとは付きます。 左左ブレーキは曲がり特にないですね。ただ、効きがものすごく悪いんで、あのーまあ、こっちもワイヤー注油で、えっと、まあ、どっちリアタイヤ変えるときに、あのー、オーバーホール的なことすると思うんで、その時にできたら、デイトナのあの、シューとかをつけてればいいでしょうね。で、まあ、グリップはちょっとダサいです。で、えっとね、ここ,こ,このね、ここのカウルは綺麗なんですけど、 えっと、ここから下はあんまり綺麗じゃないです。ここ,下が、ね、こ,こは綺麗なんですで。鍵2本あります。でセルが僕のねあの僕のアドレスもなんですけどたまになんか、ね、接触不良的なやつでこうハンドル切って回したら回ったり回らなかったり、まあ、調子よく回ったりみたいなのがあるんで、まあ、その辺はもう仕方ないかなという感じでキックだと絶対かかるんで1発ですね。まあ、セルも回った時は一発でかかります。 ここはもう綺麗なんでそのままでもいいかもしくはここもね多分荷物、北海道行くために荷物を置くためにこうなんか荷物がずれないようにこう滑り止めつけたみたいなんで、まあ、こんなも綺麗に剥げればねって感じなんですけどただ、ちょっと若干白いんで、まあ、僕だったらここにあのアルミの鉄板みたいなやつでなんか装飾しますかね。 で、こ,こ、ここことか、こことかに関しては、密着ロンつけて、えっ、ー、と、艶消しブラックとかで塗りますね。シートは一応破れないですね。えー、で、えっ、ー、とね、サビ、サビはね、結構あります。こんな感じで。なんで、できれば、まあ、カウル塗るときとかね、一旦カウル全部外すと思うんで、できれば、あの、サビ痴漢剤が入ってる、 えっと、塗料で、まあ、軽くパパッとハケで塗ってやるといいでしょうでエンジンに関してはあのア,ルミアルミの部分はちょっとこう白い、えー、白錆みたいになってるんで、まあ、全部こう外装バラしたときにあのワイヤーブラシとかでふわっと軽くこってやればいいかなと思いますで、えー、駆動剣の中駆動剣の中のプーリーは生きてますローラーもあのむき出しになってなかったんで生きてます で、えっ、ー、と、プーリーは使えます。で、えー、っとね、かなり苦労しましたで、ね、もプーリー外すのに。あの、もう、15年前のこれ、車両なんで、えー、っと、プーリーがなんていうかな、もうや焼き付いてるわけじゃないけど、ボスが長年くっついてる状態だったんで、えー、っと、あら、ステッカーないのこれ。えー、ステッカーがない。 この辺に敬語とか書いたステッカーがあるんですけど、ないですね。まあいいや。で、あの、なんていうかな。まあその悪い意味じゃなくて、ボスが固着、固着というかね、若干固着してたか、固着か。まあでも、使えるようになってます。あの、プーラーでバーンって外したんで。で、前側のプーリー系は問題ないですね。で、後ろのトルクカムは、まあもちろん、これはもう普通にオーバーホールですね。で、あの、オーバーホールしてもただグリス塗るだけで大丈夫です。で、軽の規格に、 トルクカムの,あのピ,ンがピンがあるじゃないですか。ピンが3個ぐらいあるでしょ。あれがアドレス V125 用のピンがあの売ってるんですよ。で、それ買った方がいいですね。ピンはね。あの見たわけじゃないけど、どうせ開けるんだったら。えっと、ピンがね、アドレス V125 用のピンはちょっと、トルクカムのピンは少しちょっと、えー、ベアリングみたいになってるんですよ。なんで、せっかくだったら変えた方がいいかなと。で、ベルトはまあ軽の規格のベルトをつけてください。 で、サスはもう錆びてるんで、まあデートナーもね、安さんが持ってるっうことなんで、デートナーつけてください。で、エアフィルター開けてないけど、多分もうボロボロのカステラみたいな多分なってると思うんで、まあここもデートナーのターボフィルターつけてください。で、あと後ろタイヤはもちろん交換ですね。で交換したときにバルブと、えっと、リアのシューですね。で、まあここの外装も綺麗です。で、 もちろん後ろのこの辺もつきます。で、えー、っと、あとはえー、っと、なんかあったかな。あとはえー、っと、あオイル交換。オイル交換はね、今3回やりました。2回や,3回やりましたね。2回フラッシングして、えー、っと、3回目で入れてます。で、えー、っと、スマフラーは結構サビ多いです。 なんで、できればヤフオクとかの7000ぐらいのなんか、車外のね、音が大きいやつとか、楽しいかと思います。で、あとは、ギアオイル変えてます。ギアオイルが変えてます。ギアオイルなんかね、意外と綺麗だったんですよね。全然黒くなく、あの、鉄粉みたいなのも全然なく、不思議でしたけど。えー、っと、あとは、あとはなんかあったかな。 まあ、えー、っと銀のまま塗るんだったらまあ、ここは綺麗で、で例えばここは普通やけしブラックにしたとしてここは綺麗なんでそのままでもいいかなとでここもつや消しブラックで塗るここ鉄板貼るえー、っとここもつや消しブラックでここは綺麗なんでそのままでもいいかもしれないし塗ってもいいしでここは一生懸命剥がすか。 それだったら全部塗っちゃうか。かもしくは、えっ、ー、と、外装だけ。この銀色の部分だけだったら、1万円弱で売ってるんで、それを買うかで。あとは塗り。インナーカウルは塗りかなと。で、まあシートはね、お好みで、アンコン抜きするなり、このまま日食なり。で、バッテリーは明日帰うか。で、 えー、そんなとこかな。そんなとこですね。まあ、これがね、ものすごく綺麗だったんですよね。10万円で買ったんですけど。えっ、ー、とね、これが A ランクで、A から例えば A、B、C、D、E まであるとすれば、まあ、これは C ランクって感じかな。C、D。C、D ランクかな。あの、まあ、えっ、ー、と、自分で整備できるんだったら、うん、とベース車両には全然持ってこい、えー。エンジンバッチリなんで。 えー、そうですね、そのぐらいかな、説明するところは。で、ちょっとエンジンかけましょうかね。あバッテリー抜いたんでかけれませんでした。あとで別の動画でかけてるやつ出します。ええー、あと、そんなもんかな。 プーリーは使えるベルトは軽の規格に変えるトルクカムは、えー、オーバーホールピンだけ変える、まあ、ピンも使えるけどね使えるけど経営の規格で注文いろいろするんだったらピンも買ったらどうかなっていう感じギアオイルは変えてますエンジンオイルも変えてますあエレメントも変えてますなんでまあ 1000kg2000kg、まあ、できたらねあのアドレス V125 なんかは 1000kg 交換 オイルができたら1 0 0 0キロ交換していけば、まあ、10万キロくらいまで壊れないかもしれないんで、えー、そんなとこかな買わなきゃいけないような部品でいうとあとミラーは一応2個あります、えー、メトに入ってるんでうーんとそんなものかな、えー、なんでそんなとこですはい